評判の悪いピクセル9だけでディズニーランド撮影したらどのくらい撮れるのか検証してみたって話。こんにちは。今回は不評が多いピクセル9のカメラでディズニーランド撮影したらどうなのかを見ていきます。まず最初に自分の感想として、必要十分な画質だったというのが率直な感想です。とは言っても自分は写真や動画にこだわった画質を追求するタイプではありません。詳しい人にとっては構図が、被写体が、色味がなどいろいろ意見や考えはあるでしょうけど、自分はそこまでシビアではなく、子供を連れてやベビーカーを押しながらのスナップ撮影や子供の撮影がメインです。そこをご理解ください。その上で自撮り棒やジンバルを使わず子供を連れながら片手でパシャパシャ撮った印象として必要十分だったと思いました。ではこのシンデレラ城の写真を見てみましょう。この写真を撮った状況ですが、片手でベビーカーを押しながら人混みの流れを邪魔しないようにポケットから出してパッと構えてパシャパシャと数枚撮ったうちの1枚です。ベビーカーを押していると立ち止まることもできず、中心にシンデレラ城などの構図を作ることもできません。なので本当に歩きながらスマホのカメラを起動しすぐに撮ったものです。どうですか、フレアや逆光に強いとは言えませんが、十分な写真じゃないでしょうか。自分は一応 Z50 というカメラも持っていたのですが、使うことなくスマホでほとんど済ませてしまいました。これを見ても十分だったのではないかと思います。ではこの写真の中の一部を拡大してみます。2倍拡大、まだまだ問題ないですね。さらに2倍拡大してみます。これで見ても問題なく見えてしまいますね。一眼などを長年やってきた人の目には引っかかるものがあるのかもしれませんが、自分の目には問題を見つけられることはできそうにありません。ここからさらに2倍拡大してみます。どうなんでしょう、これも問題ありますか。ディテールが崩れていますが、この画面いっぱいにしてこの程度です。パッと撮影した写真がここまで拡大できるのは十分だと思います。これでもピクセル9は不評を受けてしまうのですから、すごい時代ですね。次にパレードの様子を見てみます。こちらの撮影状況は片手で子供を抱っこしながら空いている手でスマホを構え、手持ちだけで撮影してみました。スマホの手ブレ補正はノーマル、アクションではないので普通の手ブレ補正でクロップもありません。それを踏まえてみてください。どうですか、明るい場所や外での撮影だと十分な画質に見えます。どうしても抱っこしながらなのでブレや水平が取れませんよね。それでもこのくらい取れるのなら満足です。ジンバルなどを使えばもっと見やすく綺麗な動画を撮れると思うので、もう少し子供が大きくなって抱っこをしなくて済むならジンバルも使ってみたいですね。ですが改めて思うのは、これが抱っこをしながら片手で撮ったものということです。本当に時代の進化は凄まじいですね。そうしたら次は暗所での撮影を見ていきます。場所はスティッチのアトラクション。このくらい室内で膝の上に子供を乗せてスマホを片手に持ち撮影しています。では少し見ていきましょう。アトラクション内はかなり周囲が暗かったです。それでもここまで撮ることができています。本当に必要十分ではないでしょうか。妻の iPhone12 で撮ったものと見比べてもピクセル9の方が綺麗に撮れていました。最新の iPhone ではなく4世代前ですから比べるのもあれかもしれませんが、値段で見ると iPhone13 くらいのピクセル9ですからコスパの良さを感じてしまいます。これはナイトパレードです。この日は想像以上に混雑していて、かなり遠目からの撮影となりました。さすがに暗所だとブリージングの影響なのか、動画でブレが出たりはしますね。それでも固定していたらもう少しマシな画像になっていたでしょう。いかがでしょうか。すべてパッと撮った写真です。確かに暗いところで撮るとレンズの関係なのか、蜃気楼のようにゴーストが出ることもありますが、そこまでひどいものではないと思います。これは iPhone や一眼でも出ることなので、ある程度は仕方がないと思います。さすがにここまで何個も出てしまうと見栄えは悪いですが、毎回こんな写真になるわけではないですから、十分だと感じてしまいます。では写真を少し拡大してみてみます。
これで2倍。ゴーストは気にせず建物を拡大していきます。これで元の写真から3倍ですね。なかなか綺麗だと思います。次にシンデレラ城で会ってますかね。美女と野獣と見分けがつかないんですけど、シンデレラ城で会ってると思います。こちらもお城を拡大していきます。これが2倍です。建物も線が細く、ライトアップの色合いも綺麗じゃないでしょうか。このクリスマスツリーのライトアップも素晴らしかったです。このクリスマス仕様とパレードが切り替わる関係で大混雑だったのかもしれません。今回の動画は以上になります。ピクセル9の写真性能や動画性能はいかがでしたでしょうか。個人的には最初にお伝えした通り、必要十分な画質で満足のいく性能だと感じました。ディズニーランドで撮影して気づいたことですが、大げさではなく周囲の人のスマホの8割以上が iPhone でした。改めて iPhone の圧倒的なシェア率を実感しました。ただ全員が最新モデルを使っているわけではなく、ノッチの形などから13や12、さらに以前のモデルを使っている人も多く見かけました。これはつまり13や12の頃から一般的なユーザーには十分満足できる性能に達しているということなのかもしれません。私自身も以前は長い間 iPhone を使っていて、 SE2 を最後に Android に切り替えましたが、 SE2 で撮った写真も今でも十分綺麗だと感じています。しかし現在の iPhone はかなり高価になっており、簡単に買い替えを決断できる価格ではなくなっています。その一方でピクセルは価格が大幅に下がり、投げ売り状態で手に入る場合もあります。もしピクセルの購入を検討されている方にとって、この動画がピクセルでもこれくらい撮れるんだという参考情報になれば幸いです。皆さんの意見や感想もぜひコメントで教えてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。